暑いな。あ、どうぞどうぞ、お疲れ様です。待たせたね。はい、あ、暑い暑い暑いよ、はい、このよう、あれがいいんだよ、この緑の、はい、こういう、なんていうの、この森林、うん、森林のあれがこの暑い夏にはいいんだよ。そうですね、甲子園球場っぽくもありね。そうそうそう、いやいや、その美女だけじゃないよ。あ、美女じゃなくて、美女だけじゃなくて、この体とかにもいいんだよ。体感温度が下がるってとか、酸素とか、いろんなあれが、あ、有機物が、じゃ有機物だ、だからお前、その俺がこれ出てこない、どうしようってやってる時にマウントしてくるんだよ。あ、すいません。このなんかいいんだよ、とにかくそのよ、なんかあるんだよこの、はい、だからここに呼んだんだよ。しかも織田さん、黒い服がこうちょっと緑がかって、あ、お前これちゃんと撮れよ、お前モスグリーンになった、俺のこの新作な、ナチュラルボーンアンダードッグの、はい、ちょお前ちゃんとこうちゃんとかっこよく撮れよ。あ、このままいちいちこんなにしないでいいから、このままで色まず、はい、な、じゃ動くなって、あ、俺が動くから、あ、これな、はい、このフロントにこう入ってるやつと、この後ろな、おかっこいいだろ。おー、まあ先日の工場でもあのパンツ入ったけど、はい、いいだろ。これは市販されてるものですか。まあ2パターンあるうちの1つな。わかりました、じゃあ早速買いに買ってきます。先日の工場で着てたやつと、はい、このパターンダブルで、それと初代ナチュラルバンダードッグのメッセージシャツと3つサイトに出てるから。あ、じゃあこれコンプリートしないと。お前サイトで売ってんの、お前知らねえんじゃねえ。はい、お前何です、どっか店舗に買いに行くの。ああ、ちっちゃいのショップでないんですか。ショップになんか出してねえの。ああ、そっか。どっか置いてくれるショップ探してこいよ。あ、走り回って。あ、じゃあちょっとこの後裏腹やって、ちょっと交渉してきます。ああ、タコマさんみたいな、あの朝倉チームの営業してまいりますんで。お前の営業って、お前誰だお前。ほんと。もうちょっとこの、背格好がうちのに似てんな。あ、こんな小さい奥様でしたっけ。あ、お前今こんな可愛くないですよ、仕事しながら。お前殺されたやろ、お前。お前今こんな可愛くられてって言ってしなかった。あれ言ってないです。口の動きがそうなってて、まあ、頭の上にこんなの乗っけられて、これ織田さんじゃないですか。頭痛の種が織田純一になってて、違うこの足を曲げてるこういう仕草がちょっと冷酷っぽい。あ、確かに、警視庁24時を見てる奥様のこのそうポテチ食いながらね、好きなんだよ、はい、2人してよあれ何がすごいってな、はい、警視庁24時なんかほとんどモザイクとよ、星を追っかけてるピンクのあの輪っか、はい、頭が動くような電車の痴漢のシーンだとしたらよ、容疑者が動くたんびにピンクの輪っかがこう対象人物を捉えてるだけで、はい、あとは全部モザイクなのに、はい、左上の警視庁24時ってテロップと捜査員がなんちゃらとかいうこのテロップだけ、はい、あとはもうモザイクと丸がこうやって動いてるだけなのに、はい、見れるってすごくない、はい、20分とか。確かに。職室のシーンとかになると始まって、来た来た来たなんつってよなあ、はい、もう映ってるその主人公、はい、あの作品の中の主人公も犯人だろ。あ、ちょっと一通りすいません。 あの作品の中の主人公は容疑者なんだよ、はい、で容疑者は何も出るな何も出るなと思ってるんだけど、見てるこっちはよ、なんか出ろなんか出ろと思ってるんだよ。面白いよなあれなあ、シャブかっつって嬉しそうですね、俺らさん。 あれ出ろ出ろ出ろと思ってるんだよ。大好きなんですね、本当に。あれ好きなんだよ。でたまに交通事故系案の知ってる。あれありますね、警ら隊の。警ら隊のやつ、あれだとつまんもすぐチャンネル変えるんで。ああ、でもなんかつまんで、あの気になる女性ニューホープみたいな、かわいいおまわりさんが出てくると、白バイ。売り出しですだろ。はい、白バイ。売り出し中のグリーンガールで、そう白バイ密着とかやるんだよな、はい。あれはちょっと長いよな。先輩がこうね、あの男性の先輩がちょっとブラブラしながら教えてるっていう。先輩がどこ見てるのか知らないけど、ケツかなんか見てるのか知らない。見てると思いますよ、あれ間違いなく。やたら顔作ってな。はい。それじゃダメだなんつって。ハードね、ハールなの。そう。お前見てんじゃん。見てます見てます。見てんね。あれ好きなんだ。はい。あの構成たまんない。違いますね、ウリタさんと私。嬉しいな。まあ、お前と気が合うせいでちょっとせっかく新しい若い登録者が来ても、はい、お前とのこの中年コントでまたすぐ人が離れちゃうんだ。はい、早速行きますか。ああ、今日はゴッドカウンセラーの日でして、ああ、早速ボイラーさんの相談からです。私は頼まれ事を断るのが苦手です。断ったら嫌われるんじゃないか、断ったらその人が困ってしまうんじゃないかとか考えると、たとえ自分が全く気乗りしなくても、ちょっと考えるね、時間をちょうだいと一旦保留し、その後数日悩みます、そしてこれだけ何日も寝かした末に断ってしまったら相手はきっと困るだろうなと考えると、断るのがますます難しくなってしまい、結局話を受けてしまい後悔することの連続です。そこで織田さんに相談です。角の立たない頼まれ事の断り方があれば教えてください。ただちょっとこのずっとこの絵じゃつまんねえからよ、ちょっと移動しながら。ああ、いいですね、いいですね。絵が飽きちゃうからよ。ああ、まあだから
あれ俺もあったんだよ昔。俺もあそういう時代がありましたか。あったあった。やっぱりそのいや俺それお前の相談乗りたくないとかお前の頼まれること嫌だって言えなくて、はい、ああ分かったじゃあちょっとまた後日連絡するよって言って、で数日経つとその問題をその人との約束があったなっていうのがだんだんストレスになってきて、はい、で早く連絡しなきゃな。最初はあいいですよって言ったことだから相手は期待して待つだろ、はい、だけどこっちはだんだんそれがもうストレスになっていって最終的にやっつけ仕事みたいに早く終わらそうと思って、はい、まあ4割5割の自分の手の内というか実力だけでさばいちゃうんで、はい、意味わかる。わかります、わかります。だから思いだけで動けば本当に10倍以上の気持ちで何とかしてあげようと思って動くんだけどやっつけ仕事になっちゃうんで、要するに初めから乗る気じゃないんでそれって。ああなるほど。初めから乗る気じゃないのに引き受けちゃったことって、はい、100% 以上の仕事にならないんだ。やっぱそういうもんなんですか。そうで俺が最近分かったのは、はっきり断れる人の方が信用できるんだよ。あなるほど。嫌われるどころか、はい、むしろごめん俺は悪いけどって、君のそういうのにはちょっと無理だな、君とご飯行ったりとかそういうのはいいけど、はい、そういう話は俺は乗らない方がいい、それに適した人物がいるはずだって、奥さんだったり、はい、あなたの親だったり、あの職場の上司だったり、僕は悪いけどそれは君に力になれないな、ごめんねって言えた方が、はい、その人から見てより信用が強くなってくるんだよ。あそういうもんなんですか。この人に変な相談しないでよかった、でもこの人って信頼できるなってなってくるんだよ、はあ、だから俺はごめんねってちゃんと理由をつけて断るようにしてるんだよ。それは適当な理由ですか、それも本当の理由ですか。例えば、ウリタさん今度こういう話を聞いてほしいからどこどこで飯食いませんか、はい、ね、とかこういう話があるんだけどどうですかとかいうのに対して、いや俺は、そういう場所にはこれこれ交流で行きたくないからそれは遠慮しとくよ。なるほど。とか君のその相談俺じゃちょっと力になれない、はい、でご飯も今は別に行く気がない、おやすとか、いや俺一個一個ちゃんと説明つける、つれな男ですね、また今度ねって、はい、どっかで会ったらとか、はあ、そういうふうにしていくようにしたの一個一個、はい、そっちの方が逆に俺その信頼を得てきてるんだよなぜか。ここまで断りまくってんの、要するにただの人嫌いなんだよ、めんどくさがりで。だから全部断ってんのになんか信用がどんどん積まれてってんだよ。ラッキーだ。なるほど。うん、もうじゃあ一発目で嫌なことはもうすぐ断った方がいいですか、寝かさずに。嫌なことじゃなくてもそれが嫌になったりするんだよ。なるほど。あなたいいやって、あなたに相談することじゃないやって言われてでも、いや俺にやらせてくれってこっちから身を乗り出してしまうことも世の中にあるんだよ。俺ならできる、はい、俺に言えよそれって、はい、それって自分のもう120が出せる時なんだよ。なるほど。相手はこっちに別に頼みたいわけじゃないんだけどこっちがもうしたくなっちゃってる、そういう時は全力でやった方がいいと思う。わかりました。じゃあ自分に正直にね、それそれそれ、はい、はっきり断るってすごい信用になるから。わかりました。なんか織田さんはね、イメージで言うとできないことはないっていうスーパーマンかと思ったけど、できないことはできないって言うんですね。いいよ、俺できないことばっかだ。は、織田重視人間宣言だ。いやできることなんか少ないよ下手したら。あすごいかっこいいですね、逆にそういうふうに。だろ、ソリッドに。あそうそう、ソリッドだったら今は、そう最近なちょっと困ってんだよ。はい、俺が今までずっと底辺で来ちゃったせいで、はい、何を言ってもプラスに転じて好感度爆上げみたいに なり出すから、はい、ちょっと困ってんだよ。なるほど。できることなんかねえっつって褒められちゃうんだからよいやー瓜田さん、形あるものはやがてないつかなくなるって言いますけど、そこにあった辰巳出版っていう出版社がだよな、はい、ここ出版社だったよね。跡形もなくなっちゃって。辰巳ってもっとエロだろ、エロの。あでもパチンコとか普通の単行本とかもいっぱい出してますよ。まあだからエロだよ、そういうの。まあエロベースですね。人呼んでエロだろ人呼んでエロ人呼んでっていうかよくくりな、そんなこと言わないでください。業界のくくりに行ったらエロだろ。あもう大きく分ければエロですね。大きくはそれそれ、まあ、あんなお前老舗でもなくなっちゃうんだから。いてっかもしんないですよ。でも違う、もう本が売れないからだよ。勝手に決めない方がいいですよ、ウリタさん。え会社なくなってない可能性もありますから。移転したってお前どっかもう曲がりだら曲がり天下のお前この自社ベル潰すってことは、いや、いい意味で移転とかじゃねえ。いやいや、お台場とかに映ってるかもしれないですよ。今時誰がパチンコの本持ってパチンコ行くんだよ全部スマホだっつうの。あ、やっぱそっか。出版社なんかいらねえんだよ。えいや俺なんか7冊8冊って本出してても、はい、順風満帆に来てるわけじゃねえから。確かにそうだろ、うん、お断りされたことも何回もあるんだよ、はい、俺その出版社本当に火ついて全部もう全ビル全開しろと思ってるから、未だに。本当にそこのお偉さんとかマジで首つんねえかなって俺いつも思ってるから、マジで。ウリタさんだけは敵に回さない方がいい。そうそう
俺のそのルサンチマンすごいよ。あ、ルサンチマン。あ、俺のルサンチマン。おお、すごいですね、ウリタさん。あ、X メンとかじゃねえ、ルサンチマンだから。はい。スーパーヒーローみたいな言い方してるけど、ただの怨念だから、俺のは。そうだろお前。スーパーマンみたいに言ってるけど、俺のルサンチマンは。はい。ハイカラだなちょっと。え？ハイカラだな。ああ、本当ですね。ちょっと中世ゴシック調の、はい。そうそうそう、いいね。はい。じゃあ次の相談です。ですね、30代男性、うんうん、人に打ち明けるのは初めてなんですが、うんうんうん、僕は一人で外食をするのが苦手です、うんうんうん、一人で外食をするととても惨めな気持ちになり、うんうん、料理の味もしなくなり、うん、一刻も早く店から逃げ出したくなってしまうんです、うんうん、なので職場のランチタイムには部下を誘って飯に行くんですが、うんうん、部下が出払っている時や自分が 外回りの最中は一人では店に行く気になれず、うん、空腹を我慢しています、うん、女性で一人飯が苦手な人はよくいると思いますけど、うんうん、男性でそんなやつはあんまりいないんで、うんそのことが僕のコンプレックスになっています、うんうん、このコンプレックスを克服するコツを、ウリタさんに教えてもらいたいです。なるほどな、まあ、俺と逆パターンだな。あ、俺は逆にみんなでワイワイが大嫌いで、はい、マジでそんなもん頼むから一人で食わせろよって性格だったから、はい、だから逆なんだよな俺と。まあ、だから相談に乗れるか分からんけど、はい、まあこんなご時世だからな、その感染問題とか、はい、いろんな災害とかな、その何コロナとかいろんな問題が今あるから、いつその当たり前に一人で食べるような世の中にもなってきてるから、はいはいはい、まあ、一蘭でラーメン食ったことある？あ、ありますあります。一蘭だから一人ずつになってたから、はい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 、あれ時代のニーズに合ってんだよ。まあ、確かに。そうそう、はい、そういう時流に乗れないでいつまで経っても一人でご飯なんて言ってるわけにもいかなくなってきてるんだよ。確かにね、うんうん、ただそれをいきなりそうなったら辛いんだろ。要はそうみたいですね。まあ、だから何事もトレーニングだから、そうだな、だから YouTube とかで配信すればいいんだよ。あ、一人飯の様子を。そうそうそう、あ、まず食レポから入るとかね、例えば、はい、配信しながらこうやってうんっつって、やっぱこのラーメンはどうのこうのとか、うん、いやちょっと胡椒ちょっとかけたら良くなったとかなんとかって、こうちょっと自分で配信は誰も見てなくたっていいじゃないか、はい、配信しながらやることによってまず一人じゃなくなるんだよ。あ、視聴者がいいですね。一人という構図じゃなくなる。そう、うん、もう一つはまだ配信しながら食レポ風にトレーニングする、はい、もう一つはまあちょっと一歩間違えたら変なやつに生まれるかもしれないけど、ぬいぐるみとか、あ、横に置いておくんですか、うん、UFO キャッチャーでゲットしたそのアイドルのフィギュアでもいいよ、はい、ガンダムとかでもいいよ、はい、そういうのをこうちょっと水とかの横に置いといて、はい、じゃあいただきますみたいな、ごめんごめん死が跳ねたなんつって、あ、なるほど、そうそう、お前も食べろよなんつって、あ、自分の親友がいるかのように、そうそうそう、ダチと来たかのように、あ、でも人形だとかお守りみたいな感じで、その普段慣れ親しんでるものがね、後ろに人とかことはすってこう黙ったりして、あ、いいですねいいですね、またちょっとこうやって、いなくなったらよしお前も食べてるかなんつって、それも結構トレーニングになるよ。確かに、うん、それができれば一人で飯食うことぐらいなんてことないですね。そうそう、あとは、はい、テレビがあるお店選ぶんで、あ、なるほどなるほど、テレビでニュースだとかワイドショーやってるから、はい、それを見ながらゲラゲラ笑いながら、まあ、まるで正月に親戚の家に行ったかのような疑似体験で、はい、店内にいる人みんなも自分の友達ぐらいに思い込んで、うん、親戚家族ぐらいに思って、はい、テレビの中の MC とこう心を通わせながら食べる。で、たまに親父と会話したり、ああ、確かにそれはいいかも。そう、うまく使うんだよその店を。あ、自分を騙しながらね。あ、そうそう、まあ、もう行った瞬間孤独のグルメみたいになるような、はい、完全に自分一人になるような店選びをまずしなきゃいいんだよ。なるほどなるほど。ちょっとだから郵便来る、ごめんなさい。あ、すいませんすいませんね。まあ、俺はそれがいいと思うけどな。あ、でも確かに、うん、なんかちょっとずつ慣らし運転してそうそうそう、ゆくゆくはそういう世の中になるから、うん、そういうところなんだ。わかりました、勉強になりました。ああ、いいか、こんなんで、はい、ああ、ちょっと、リュウ取れ、リュウ流氷旅って言葉あるよな。はい、リュウいないですよ、これ全部雲ですよ。違う、後ろにいるだろう。あ、本当だ、いやいやいや、顔はねえけど。あ、本当だ、本当だ。ああ、それそれ、リュウ氷旅ね。リュウの頭と蛇の尻尾、はい、どういう意味で、頭はいいけど、頭っていうか、ど頭はいいけど、ケツが失敗っていう、しょうもないってことじゃないですか。あ、そういうことだ。はい。お前みたいな、
はい、じゃあちょっと最後のそのもう一回撮ったちゃんとバックミート。あ、撮りましたよ。かっこいいだろ。もうアンダードックっていうのはひっくり返ってるのがいいなって。そうなんだよ、うん、転んでも立てて起きないっていう、ね、ポンチが効いてるなって。そう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 、鏡に映った時は初めてちゃんと読めるっていうね。そう、そうそうそう、これいいじゃんお前、目のつけどころがいいよ。はい、ただよ、こっから勝ち続けるって意味だったのにまた負け犬に戻っちまったよ。まあいいんだけどよ、合わせ鏡が要注意だ。はい、じゃあ最後の相談ですが、ちょっとこの男性の列上をちょっと刺激するちょっと卑猥の相談ですが、あ、来たら3問目かお前、はい、ペンネーム絆さん、うんうん、全裸の女性には興奮しません。お、着衣のままの女性に興奮します、うんうん、なので女性とセックスをする際は、うん、服を脱がさず、うん、スカートをまくり上げ、うん、下着をずらして挿入したいんですが、うんうん、僕のこの性癖を理解してくれる女性がなかなか現れないのが悩みです、うんうん、僕はどうしたらいいんでしょうかね。あ、っていう質問な。あ、そうです。その相手にそれが言えない。いや、言ってもこう嫌がられる。やっぱ服がシワになっちゃうとか、うん、服が汚れるとか、うん、そういうことじゃないですかね。それはあの理由付けが下手なんだよ。あ、そうですか。つまり、ちゃんとした理由を伝えれれば、はい、理解してもらえるんで。あ、なるほど。それを単に性癖って言うと、はい、相手は引くからやめた方がいい。あ、なんて言えばいいですかね。だから服着てるお前にしか感じねえとか言ってもそれはそれで裸の私が嫌なのかなとか誤解されちゃうし、ああそういうのあるか、あの女の子ってのはこっちが思ってることに違うところで傷つくから。あ、そういうもんなんだ。そうだから一番いいのは裸になってすっぽんぽんになった時に体を撫でながら優しく撫でながらな、今日告白したいと君に。おお、その思っていたことを告白したい。俺は君のこの生まれたままの姿、生物としての、はい、生き物としてのこの生まれたままの姿っていうものをものすごい崇高で、はい、本物の美、つまり本当の美しき崇高なそのネイキッドビューティーというのやたら今日英語づいてますね、森田さん、はい、そのだから本物の美しさ、生まれたままの姿、はい、アダムとイブじゃないけど、はい、その人間の本当その一番最初の姿っていうものに対して、はい、神々しいというかものすごいそこに神秘のリスペクトだったり感謝だったり、はい、もう涙が溢れてしまうような、はい、崇高に現れるような気持ちになっちゃうんだと、はい、要するに決してそこに横島な思考をぶち込むことがものすごいいけないことしてるんじゃないかと思っちゃって。なるほど。あまりにそのあなたが美しいからだ、はい、この女性の体、裸というこの神秘を、はい、にその横島な着想をぶち込むことができないんだと、はい、あ、すごいですね。もっともらしいですね。そうだから頼むから1枚でいいからって、はい、たったの下着1枚でもいいから、はい、みたいなこと言って願ったり叶ったりの下着にさせるんで、ティーバッグとか願ったり叶ったりの下着。だから本当は着衣があった方が願ったり叶ったりなんだよ、はい、卑猥な方が、はい、だからそこでわい雑にしてけ、カスタムしてけすっぱだかの状態を眩しいみたいにするんだよ、はい、汚らわしいことが考えれないっつって。なるほど。そうすれば分かってくれるよ、自分をこんなに美しく思ってくれてるっていうふうに思うから。なるほど。女性の裸を理解してるこの人は。そう、やすやすと。そうそうそう、見れるもんじゃなくて、あ、もう遺伝子の世界になってくる。遺伝子レベルでもう汚らわしいことはいけないんだって、この私ごときの人間が、このネイキッドに対してって。 あなたの割れ目を見るなんて100年早いって、まあ、だから俺はこの理由付けがいいと思ってる。あ、ほうほう、うん、お前は。あ、いや私も折田、うん、さんに賛同しますけども、うんうんうん、ただこの絆さんっていう人の投稿者、絆さんとはすごい深い絆感じてます、うんうん、というのもですね、やっぱり、うん、全裸っていうのはそんなに、まあ、興奮しなくなってくるんですよ、年取ってくると。はい、うん、やっぱり、うん、普段は着飾って、うんうん、でシャネルの香水つけたり、うんうん、美容室行ったり、うんうん、あの資生堂のリップ塗ったり、うんうんうん、トリンプのランジェリー履いたりとか。まあ女だから、はい、しかもなんか最近のランジェリーってすごいまあ高貴な、うんうん、まるでテーブルクロスのようなヨーロッパの、うん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 、すごい凝ったやつあるじゃないですか。あ、そうだね。はい、あれ綺麗。あ、知らないですか。知らないんで。あ、じゃあ教えておきます。そうなんですよ、うんうん、でそういう綺麗に着飾った女性のランジェリーをふわっとちょっとゴムをちょっと脇にずらすと、うん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 、すごい生々しい、うんうんうん、もうピンク色の、うんうんうん、白濁した液でね、湿った、はい、
ぬめった、うん、あの白濁してる、はい、ラビアが、うん、ね、うん、ネトーって出てくるぞ。何がラビアが、ラビアだな、はい、うん、でその、うん、トリンプのすごい綺麗なテーブルクロスのようなものをめくると生々しい、まあ、うんうんうん、ちょっと言葉ですけどエイリアンのような、うんうんうん、ーってやっぱエイリアン3に出てくる、はい、やっぱそういうサプライズがあった。どうしたこの野郎、やめてんのかこの野郎、何が白濁し、私私私俺たちの列刺激しちゃい、お前地球上の女性すべて謝る、俺たちの列刺激しちゃいましたか、すみませんでした、すみませんでした、すみません、失礼します。あ、承知しました。失礼します。